さあ、じゃあちょっと一旦退却して、まだまだ戦場に赴くことしましょう。いかんせんダメージ 83% はね、死んじゃうからね。っていう見たら時間もあんまねえのか、この戦い。やばい、スピード出すぎてる。これはやばい。オッケー、いけたいけた。はい、補給。あ、変えられるんだね。テイクオフ、イエス。スペア15、離陸を許可する。急げ。おおよ。最高。あばよ、また補給に戻るぜ。悪いけど。だって怖いもん、死ぬの。だったら、少しでも、スコア稼いで帰ってくるさ。さあ、行こう。ただいま。じゃあ、ちょっとこちら、行ってみましょうか。見えた。AH640 って確かヘリだから、まあそれもやるはやるけど、まずは、正面からゲ、あの、攻撃を。すげえミサイル飛んでくんだ、なんだろう。すごいなあ。あった、 SM、 こいつか。お前かせか、対空ミサイル撃ってたの。あぶね。落ちたわ。これをやると、モノミヤグラ落としてしまえば、だいぶ。しつけえなぁ。なんだ？まさかまた。何？スペア7どこだ。いやいや、なんだかんだ軽口を叩きながらも仲間だったからな。うわっお。
こいつか AV88 っていうのが迎撃機。厄介だな。もう分裂じゃねえか。やばい、数が。だ、当たんねえ。どういう軌道だよ、無人飛行機ってよ。うわっ、おぶね。危なっかしいな、おい。よし、あの落ちたをやればとりあえずは楽か。ちょっと食らったな。食らってないか今、大丈夫か。あっぶねえ。ここ SM が厄介なのか。残り1分でこの倍稼がなきゃいけないの？無理じゃね？いや無理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 。何ができんだこれで。うわあ、 85% マジでやばい、終わる。うわあ、うわあ、ダメかよ。うわあ！トレアが落ちやがった。え？戻ればよかったのこれって。さあ、なんとかちょっとまた最初からやり直して難易度を下げてみました。ああ、いかんせん何度もやり直してね、クリアできないもんだから、まずはストーリーを楽しもうと思うんだ。ああ、いや、俺の、むずい。対地戦闘って苦手なんだよな。行きましょう。しかもなんかこう一定時間内にいくつかポイント取れっていうのがまた難しくて。最高。各機3回して攻撃を開始しろ。攻撃していいんだな。正規部隊とやらが相当するという話だったわ。とりあえず最初はね、確実に戦闘機を勝たしていこうかなと思ってます。あとは爆撃機。
さあ、始まった。いた。はい、まあまあまあいい、オッケーオッケーオッケー。まずはね、このしっかり1200ポイントを獲得しておこう。よっしゃい、ヒット。せい、どうだ。よし、あ、ヒットか。あいって6個めんどくせんだよな。よし、あともう一機いたな、そういえば。どこだ。ああ、もう全滅か。よかったよかった。あ、やってくれたんだ。ナイスカウント。よし、カウントって頭いいんだよな。あい、なんかいい、なんか、なんだろう、相手の、なんだろう、思ってることをまあ、相手のなんかいい隙の突き方するんだよね。よっしゃい、 F16C をとりあえず叩きましょう、できる限り。後ろにつけばこっちのもんだ。あとは対地戦争でどこまで、対地戦闘でどこまで稼げるかだね。地味ーね、これスピード減速しないと無理か。見えた、どうだ。よし、4800まで獲得。さあ行くぞ。これ当たるだろ。当たらないか。あ、無理か。これならどうだ。よし、アンチエアガンって意外とあんまり効かないんだよね。弱くはないけど。あ、間違えた、やべ、よいしょ。オイルタンクはなんだろう、こう攻撃した時になんだろう、破壊したら周りも巻き込むから結構効果的なんだよね。オッケー、悪くない、いけ。さあどうよ。いいね。いっちゃう。おお、強い。やっぱり攻撃範囲の広さがいいね。これで6000か、もう半分いったんだ。いいねいいね。ただこの後なんだよ、問題は。真ん中まで半分まで行ったから、じゃあそれで有利かっていうとそうでもないんだよね。この後は、空来た、ミサイル。とりあえず対空で攻めるか。200稼ぐ。あぶね。SAM で結構稼げるのもあるんだよな。いって、あれはどうだ。オッケー、悪くない。これは当たるだろう。やっちょ、危ねえ。うん、ああ怖い。ブリッジ破壊。よっしゃ、ちょっと向こう行こうか。
負けるか、無理だ、しまった、あぶねえ、今マジで終わったと思った、今覚悟したもん。あーよかった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 、完全に今、え、マジか、増援あれか、まあいいや、まずは陸を攻撃しよう、しっかり。美味しそうなやつはいないかな。地味に 29% まで持ってかれた。とりあえずこっちは順調かな？な、残り8分で1枚捨てだったらいけるな。あそこの、なんか今、トンネルかなんかあったけど、あそこになんか実は、強いというか、経験値美味しいやつっていうかさ、ポイント高いやついるんじゃねえかな。なんかそう思っていいかなって思うんだけど。9000、あーあとちょっとだ、よし、いいぞ。やばい、うわっ、よっしゃ、とりあえずは OK、 はい、一旦帰ろうかな、どうしよう、やめろ、やめ、おお、敵来てねえよな、大丈夫か、フレアでなんとかカバーできたけど、とりあえず逃げ切ろう、一旦補給に戻ろう。ちょっと 51% は気になる。そのついでにこの AV88 をやっつけてしまえば、さらに経験値が貯められるからね、きっと。どうよ？よーし！対空戦闘に移行しよう。ちょっと、サムがめんどくせえ。おお！ちょっと、これは雲の中隠れて。ミサイルを、よし、来たね、280、無人機到達。まあえてここは逃げるけどね。一旦ちょっとリターントゥーベース帰りましょう。急に音楽が止まって静かになるから寂しいんだもんな。もう対空戦闘に移行するから LAM に切り替えようかな。 OK、 最高。最多 AV88、 これはなんだ、戦闘機でいいのかな。まあちょっと撃ってみましょう。でいっ、おお、戦闘機じゃない、攻撃機か。さあどうだ、これは、おお、あ
らいで落ち気づくな腰抜けど。ダメか、やっぱ避けられるんだよな。とりあえず残り4分生き残りゃいいんだ。ジャンプ、よし。おっしゃー、さあどうだ、いた、どうよ、ダメか、よし、あぶね。怖い。作戦時間残り3分。オッケー。順調だね、あんなところに。やばい、フレア、ごめん。なんだかんだ気を使ってくれるっていうね。よーし、やり返してきやがった。オッケー、全然もう稼いでやろうぜ。よし、一発ヒット、よーし、しまった、しまった、しまった、あー危ない、ここで失敗は嫌だ、本当に嫌だったから今。当たるかな、当たったよ。無人機でも意外と遠いところからだと当たるのか。おお、うわ、すげえ動き。当たりはしねえんだよな。ダメだ、さっきから命中率がえらいことになってる。とりあえず生き残りゃいい、あと30秒。よーし、でもこうやって考えるとやっぱり1万6000って無理で、1万7000か、無理だね。今1万5500だから相当頑張んないと。よっしゃい、 OK、やったぜ。当たり前だ。どうかな。案外一緒くたに独房入りかもしれん。
おい、誰が独房入りかかけようぜ。あれ？ああ。ああ、そういうこと、びっくりした。悲しいな。どうしたお前ら、仲間が冗談を言ったんだ。笑ってやれ。いや、仲間、やっぱ仲間が死んだってやったら、それ笑えねえよな。うん、わかるよ。しょうがないって、これは。そらそうだもん。まあ、とりあえずよかった、勝てて。SAAM。ああ、これは厄介なんだよね。まあ、使い方だろうね。セミアクティブ方式の誘導ミサイル。さて。何機か落ちたようだが、奇襲は成功した。おい。だが、機関ラインを越えて基地で補給と整備を行った者がいる。え？結局、独房入りかい。あ、帰らなかったら、あの、独房入りしなくて済むとか、そういうことあんのかな、もしかして。どうなんでしょう。とりあえず、次回へ行きましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。